我々は、どこから来たのか我々は、何者か我々は、どこへ行くのかは、フランスの画家ポール・ゴーギャンが1897年から1898年にかけて描いた絵画。ゴーギャンの作品のうち、最も有名な絵画の一つである。絵画の左上にはフランス語で、ディ・ウベノン・ヌース・ケソーム・ヌース・アロンズ・ヌースと題名が書かれ、右上には、 P. ゴーギャン1897と署名及び都市が書かれている。タヒチで描かれた作品で2020年6月現在は米国マサチューセッツ州ボストンにあるボストン美術館に所蔵されている。ゴーギャンは故郷のフランスよりも素朴で単純な生活を求めて1891年にタヒチ島に渡った。 タヒチ滞在時代の1897年から1898年に描き上げたこの作品は高度に独自の様式化された神話の世界を描いた他の作品と同様にゴーギャンの代表作とされておりゴーギャンの精神世界を最も描き出している作品と言われている現在この作品が所蔵されているボストン美術館のキュレーターは この絵画の所有者の記録を更新し続けており、これは来歴がまだ完全なものではないことを意味する。最初の記録として、1898年にゴーギャンがこの絵画をフランス人画家、美術収集家ジョルジュ・ダニエル・ド・モンフレーに送っているのが確認されている。その後、何人かのパリやヨーロッパの画を、収集家の手に渡り、1936年に、 ニューヨークのマリー・ハリマン・ギャラリーが入手した。ボストン美術館がこの絵画をマリー・ハリマン・ギャラリーから購入したのは1936年4月16日のことである。この作品はシカゴ美術館で開催されたセザンルからピカソまでという展覧会で2007年2月17日から5月12日まで展示され、それ以来元通りボストン美術館に展示されている。 本作を手掛ける直前のゴーギャンは、マナ娘、アリーヌを亡くしたほか、家から立ち退きを余儀なくされ借金を抱えた上に、健康状態も悪化するなど、失意のどん底にあった。実際に本作を描き上げた後に自殺を決意しており、自身の画業の集大成と考え、様々な意味を持たせたと言われる。絵画の右から左へと描かれている三つの人物群像が、 この作品の題名を表している。画面右側の子供と共に描かれている三人の人物は人生の始まりを中央の人物たちは青年期をそれぞれ意味し、左側の人物たちは死を迎えることを甘んじ、諦めている老女であり、老女の足元には奇妙な白い鳥が言葉がいかに無力なものであるかということを物語っているとゴーギャン自身が書き残している。 背景の青い像はおそらく超越者として描かれている。この作品について、ゴーギャンは、これは今まで私が描いてきた絵画をしのぐものではないかもしれない。だが、私にはこれ以上の作品は描くことはできず、好きな作品と言ってもいいとしている。この作品は、ゴーギャンのポスト印象派の先駆けとも言える。自身の感情。 印象派的な技法を強く追求するあまり、鮮やかな色彩、明確な筆使いといった印象派の手法を否定する結果となり、20世紀のキュビズム、フォービズムなどといったワンギャルドの前兆となった。ゴーギャンは11歳から16歳までオルレアン郊外のラ、シャペルさんイコールメスマン神学校の学生であった。そして、この学校にはオルレアン司教、 フェリックス・デュパンルーを教師とするカトリックの天礼の授業もあった。デュパンルーは神学校の生徒たちの心にキリスト教の教理問答を植え付け、その後の人生に正しい教義において霊的な影響を与えようと試みた。この教理における三つの基本的な問答は人間はどこから来たのか、どこへ行こうとするのか、人間はどうやって進歩していくのかであった。ゴーギャンは ご半生に、キリスト教に対して、猛反発するようになるが、デュパンルーが教え込んだこれらのキリスト教教理問答は、ゴーギャンから離れることはなかったと言える。ボストン美術館のデータベースより、ガイブリンク参照、片山一同、体が語る人間の歴史人類学の冒険、宿間、書房、2016年、177ページ。 ISBN 978から4から480689719。A.Where does humanity come from?A.Where is it going to?A.How does humanity proceed?Marching A.Hold, Zyellow House, Fangoho, Gogian, and Nine Tabulant Weeks in a r l Fig 3, Penguin. 2006 ISBN 0-670914975 C ページーズ9900ありがとうございます。